こんにちは。時刻は15時を回りました。引き続きウェザーニュースライブアフタヌーンをお送りします。担当は松雪彩香です。よろしくお願いします。今日は関東では気温が上がりにくくなっているんですが、皆さんの地域の体感はいかがでしょうか。もうダウンは必要ないという地域がかなり増えたかと思いますし、だんだんと春らしい色であったり、あとは鮮やかな色をお洋服に取り入れる方も増えてるんじゃないかなと思います。今日の私の服装もですね、かなり鮮やかなブルーになっています。今日の衣装をご紹介していきます。今日はトップス、そしてボトムスともに MK ミッシェルクランさんにお借りしています。ポイントはですね、まずこのトップスで着ているカーディガンなんですが、これ中にも2枚着てるんですよ。そう、アンサンブルになっていて、中は半袖の同素材のカットソーです。なので暑くなったら脱いでも、この可愛らしいブルー残したまま体感を調節できるので、そうなんです、利便性がかなり高くって、この時期こういうアンサンブルは重宝すると思います。でボトムスも MK ミッシェルクランさんにお借りしているもので、かなりね軽やかな素材なので、黒を選んでも重くなりすぎずに春らしさここでも取り入れることができると思います。これ実はパンツです実はパンツなんですスカート見えするのでね、フェミニンにも着られますし、あと春って風が強い日が結構多かったりするじゃないですか。そんな日でもパンツだとね、一安心と言いますか、心配することなくアクティブに動くことができそう。で今日ね、センちゃんにもこのイヤリングの輝きがすごいですねって言われて、こちらはお世話屋さんにお借りしているブルーを基調とした石をたくさん使ったイヤリングとなります。かなりキラッと光を受けると光るので、そこまで大きなものではないんですけど、取り入れることでコーディネートのアクセントになりそうですねお世話屋さんは本当にいつもお世話になってます。で今日はブルーと黒で統一されているので、もうちょっと色味があってもいいかなと思い、私がスカーフをですね頭に足しました。ワンポイントになりますよね。春は2色ぐらい鮮やかな色を使っていてもいいかなと思います。私がこの春したいなと思っているのは、あの淡いピンク色のシャツにこれぐらいのブルーのデニム合わせに白いキャップとかで、なんか爽やかにねお花見とか行きたいなって思ってます。皆さんも何か春らしいアイテムこのシーズンゲットしたでしょうか。今日は MK ミッシェルクランさん、そしてお世話屋さんにご協力をいただきました。今日の衣装紹介のお時間でした。